お風呂上がりです。お姉ちゃんはさっき早速ミルクを飲みながら若干こぼしました。すっかり寒くなったので厚手の服を着てます。ね、2日に3日前まで肌着みたいなのを着てたんだけど、もうまさに肌着がね内側にこう二重になってて、これぐらい暑いと染みないかな。まあでもよだれかけをそろそろかけようかな。ね、風邪ひかないようにしなきゃね。これシャカシャカ言うね、しとった。ふい、シャカシャカ言うよ。シャリシャリ、シャリシャリ言っております。ニットさん、これのすごいのはここのゴースト、なる。そろそろ晩ご飯です。ね。お、座った。触るとシャリシャリして面白いよ。シャリシャリ。あ、よく見たらさっき毛布着てたのに。めっちゃ弟出てるよ。あ、言ってるそばから。毛布が、まあ、こんな時のための厚手の服、そして寝る時はスリーパー。乳幼児突然死症候群とかもあるんで、あんまりね厚着もさせられないし、なんとかねうまく冬を乗り越えられればと思います。はい、そしたら大人晩ご飯食べます。後で遊ぼうね。